どうも、激辛ジュニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃおうぞ。やってきましたー。はい、今回なんですけども、京都にあります辛麺赤神さん、京都店に来ております。こちらにですね、辛い辛麺が楽しめるということで、これ今回やっていくんですけど、なんとですね、こちらの方、視聴者さんのね、リクエストに、答えて今回やることになります。ありがとうございます。辛さレベルが選べますということで、今回一番マックスのバリカラ赤神の辛さ増しの赤神天国というものに挑戦していきたいと思います。一応ですね、聞いた話によると、ハバネロパウダーで辛みを出しているということなので、それ楽しみですね。ということで、早速行った人の感想を見ていきましょう。世の激辛を歌う食べ物のほとんどは、よくてピリ辛どまいだが、京都の博多エンジン辛麺赤神、京都店のラーメン赤神とやら意外とやるではないが、食べれている途中に唇が痛くなり、胃の傍らが内側から蹴られるような刺激を感じたのは久々だということで、ね、まあ、相当な結構辛みの刺激があるということでね、まあ早速食べて、調査していきましょう。レッツゴー。さ、早速中入ってきたんですけども、注文しました。バリカラ赤神の赤神天国に、今回ですね、パクチートッピングをチョイスですね。まあね、普段からね、ちょっと味の濃いものをいっぱいいただいてね、このパクチーで野菜も摂取しようということでございます。来ました、こちらがバリカラ赤神。いただきます。さ、バリカラ赤髪、赤髪天国、お手並み拝見です。おいでやす。さあ、行きましょう。じゃあまずちょっとスープからいただきましょう。うわ、もう真っ赤っかだね。もう唐辛子まみれで、もう麺は見えないですね。強烈。これは合います。肉厚がすごいね。分厚いチャーシューが、これ美味しい。しかし辛いね、強烈ですね、このハバネロの辛みは。体の内側から温まってみます。癖になる辛さですね、これ。これは病みつきになりますね。たまりません。これちょっと辛さがきついときはですね、この、卵ですね。卵を食べてちょっと辛さを和らげましょう。いきます。
スープが濃厚でね、もう担々麺のように、スープがドロッとしてる。そう、よくこの麺にこの辛いスープが絡みつけます。汗が止まらない。カプサイシン効果で新陳代謝が多くなりますよ。ここで半分ほど食べ終わったんでね、パクチーを加えて、その後半頑張っていきたいと思います。好きだわパクチーで、これ合うわ、最高。これラーメンにこのパクチーこんな合うのっていうぐらい、これ大発見、これ美味しいわ。これ同じ味だとね、途中からちょっと危ない。味変にパクチー使うとね、よりこう違った楽しみで、一石二鳥で美味しいですねこれ。かつね、野菜ですから体にもいいということで、バリカラ赤髪、赤髪天国、大体月3人ぐらい挑戦するらしいですから、ね、たまーにあんまね食べきれないっていう人がいますけどね、でもすごいですよね、月3人しか食べないんですよ。このラーメンに関しては、まあ、ハバネロパウダー、それがですね、まあ、通常の約3倍、これ灰使われているということで、やっぱ確かにね、食べててこうハバネロの辛みが結構パンチ効いてますけど、最後このスープを飲み干して激辛バトルにケリをつけたいと思います。やってやるぜ。赤髪、神が舞い降りてるぞ、このスープ、これはきつい。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。カエン辛麺赤髪京都店さんのバリ辛赤髪、赤髪天国、神そうですね。バリカラ赤髪、赤髪天国、バリカラ赤髪、赤髪天国、赤髪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 、食べました。一押しパクチー、これまあパクチーって結構好き嫌い分かりますけれども、好きな人にとってはね、この途中でパクチーを添えるとね、味変にもなってね、より、美味しく食べるかなと、いった感じです。結構ラーメンってね、やっぱこうなんですか、こうスープとか飲む時とかね、あんま飲み干す人はあんまいないんですけども、お口直しがてらね、パクチーがこれはね、非常に合いました。口の周りがねビリビリに痺れますけれども、京都でもねこんな辛いメニューがあったと、今日ね発見できてよかったです。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひ、チェックの方よろしくお願いします。それではまた、お会いしましょう。おいでやす。